人生は一つの病院である。そこにいる患者はみんな値だいを変えようと夢中になっている。ある者はどうせ苦しむにしてもせめて暖炉のそばでと思っている。またある者は窓際へ行けばきっと良くなると信じている。私はどこか他のところへ行ったらいつも幸福でいられそうな気がする。 この転居の問題こそ、私が年中自分の魂と話し合っている問題の一つなのである。ねえ、私の魂さん。かわいそうな家事か,かだ魂さん。リスボンに住んだらどうだと思うね。あそこはきっと暖かいから、お前はトカゲ見たように元気になるよ。あの町は海岸で、家は大理石造りだそうだ。 それからあの町の人は植物が大嫌いで木はみんな引き抜いてしまうそうだ。あそこへ行けばお前のお好みの景色があるよ。光と鉱物で出来上がった景色だ。それが映る水もあるしね。私の魂は答えない。お前は活動しているものを見ながら静かにしているのが好きなんだからオランダへ。 あの幸福な国へ行ってしまおうとは思わないかい画像にある絵で見てよく褒めていたあの国へ行ったらきっと気が晴れ晴れするよロッテルダムはどうだね何しろお前はマストの林と家の際にもやってある船が大好きなんだから私の魂はやっぱり黙っているバタビアの方がもっと気に入るかもしれない その上、あそこには熱帯の美と結婚したヨーロッパの美があるよ一言も言わない私の魂は死んでいるのだろうかじゃあお前はわずらっていなければ面白くないような麻痺状態になってしまったのかいそんなになっているのなら死にそっくりな国へ逃げていこう万事僕が飲み込んでいるよかわいそうな魂さん トルネオ行きの支度をしよう。いや、もっと遠くへ。バルチク海の果てまで行こう。できるなら人間のいないところまで行こう。北極に住もう。そこでは太陽の光はただ斜めに地球をかすっていくだけだ。昼と夜との呪い交代が変化をなくしてしまう。そして単調を。虚無のこの半分を増すのだ。そこでは長いこと闇に浸っていられる。 北極光は僕らを楽しませようと思って時々地獄の花火の反射のようにバラ色の花束を送ってくれるだろうついに突然私の魂は口を切ったそして賢くもこう叫んだ「どこでもいいわこの世の外なら」